時流に乗るっていうところですよね。まず最初に赤いブランチを描く。長い波長です。長い波長の赤いブランチを描きます。これが赤外線って言いますよね。人間の目では見えない。赤から向こう側は人間の目では見えないんですよ。赤が端っこなんですね。だからまず赤で止めます、ここで。分かる色として。次ですね、2番目のブランチは青で引きます。短波長放射側を、この青いブランチで視覚的に塞ぎます。これで赤のラインと青のラインを塞ぐんで、ここで真ん中の光を作っていくようなイメージですね。赤を、ブランチは最初は赤を引いた方がいいです。開けるとき。温度が低いんで、自分の気持ちとか、マインドでいいんですけど、仕事に対するとか、愛でも何でもいいです。燃やせばいいです。気温。燃やせば赤いブランチが引けます。これで赤いブランチ。で、赤いブランチで売るっていうことをするんですけど、会社を売るでしたよね。AB、会社を売る。それを、女性に、恋人にプレゼントする。光を当てる。光を当てる。で、当てるときの強さなんですけど、強さも大事なんですけど、強ければいいってわけでもないですよね。スポットライトになってしまうんで。で、まあ、スポットライトっていうのもちょっとヒントで言ったんですけど、全体的に全部、照らしてあげたいですよね。全部ってことですよ。頭の先から足、つま先まで。ただ、スタートとしては、一緒に、靴を買うとか、足元からスタートみたいな。最後は帽子になるのか、旅行になるのか、その辺はちょっとわからないんですけど、まずこうやって終わりと始まりをきちっと考えるってことが大事です。ブランチ的にも、赤が最初です。赤が最初で、青が最後です。で、これは2本目は青で引きます。で、その赤と青の間に、次は黄色が欲しいところなんですけど、黄色じゃないんですね、実は。黄色ではなくて、緑です。緑。3番目は緑で引いてください。なんで緑かっていうのは、次ですね。3分経ったんで。